この絵は鮭とクリオネかな。どうもジャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回使っていく武器は僕が今持っている北斎別注なんですが、皆さんにね見ていただきたいのはねスペシャルハンコなんですよ。スペシャルハンコじゃない、ウルトラハンコですね。普通に間違えた間違えてしまったんですけれども、このウルトラハンコにですねスペシャル性能アップを 3.9 積んだらどうなるかっていうのをね皆さんに見ていただきましょう。じゃあ結論から言いますとですね、スペシャル性能アップを積めば積むほどウルトラハンコを使っていられる時間が増えるというねことですね。効果時間の延長ということになっております。じゃあとりあえず見ておいてください。今スペシャル性能アップ 3.9 積んでるんでね、でいきますよ。ほらこうやってタンタラタン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 スマッシュブラザーズのハンマーになるんだよーっていうねやつなんですよ。ゴロがゴロゴロやなほんまにな。ということで、まあ、ここでガン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 とねいっぱいハンコを押して模様を描けるというわけなんですよ。スペシャル性能アップ0と 3.9 やったらだいたい2秒ぐらいね違ったような気がしますね。確かそんな感じやったと思います。もう間違ってはごめんなさいね。だいたい2秒ぐらい伸びるんで、その2秒の間にあとなんかできるかできへんかっていうのをね、まあ、試される試合になってくると思いますよ。うまく2秒を活かせるか活かせないのかはあなた次第です。ということでね、ウルトラハンコウルトラチャップやっていきましょう。キルできへんのかい。はい、1試合目はねガンガディアガイ音楽堂でハンコのねめちゃくちゃ美しい音色をね奏でていきましょう。音楽堂だけになーみたいなジムにナイスーいうことでさねやっていきましょうか。さあナイスも帰ってきてますね。いいチームでございます。さあぬりぬりぬりぬがポイントやね。これ塗りまくって塗りまくってハンコをねとりあえず貯めたいんでね、その2秒間の強さっていうのを皆さんに見ていただきましょうか。さあ頑張っていこうか。あのハンコのさ一発のさでかさが変わったりさ、ハンコ投げる時の飛距離が伸びたりするのかなと思ったりしたんですけれども、そういうことはなかったんですよね。チャージャーの人に貼られてるからやられんな。これはもうこっちからおとなしく行きましょう。もう未来見えましたよ。 100% 僕デスするっていうね。あ待って、ウルトラハンコ投げたりましょうか。こっちシューンドーンオッケーまあ2秒の意味は何もなかったですけど完璧に決まりましたね攻撃がね。さあここにパブロン、パブロンの人がそこにパブロンがおるんですよ。パブロン早めのパブロンが早いですね。ほんまに何恥じない動きやったね早めのチャプロンということでね、トークが早いということで早口チャープーいうことで、あこれ潰せんじゃないかこれ。あー無理か、これこっちに逃げていくと見た。うーんとそっちやった。あやばい、これチャージャーにやられるシンプルなやつーいうことで、あまた上投げたったらいいんじゃないのか。ウルトラハンコ投げたったらいいんちゃうか。でもそれはそれなんで、でも上に貼られてたらやられるだけなんですよね。やられると分かっててこうやって行くみたいな、そういう、まあ、そういうロマンもありますよね。あこれでもキル取れんじゃなきゃ無理でしたねやっぱりこの直線的にデュアルスイーパーに正面から挑んでいくというね、そういうまあ勇敢なところは見せれたと思うんですよ。ほんまにね、ゴブリンエリート部隊みたいなところ見せられたと思うんですよ。遊戯王カードにね、攻撃した瞬間守備表示になるっていう、そういうカードやったと思いますよ。懐かしいやっぱやなぁ。いうことでさ塗っていきましょうか。おなんか絵描いてるみたいでちょっと美しいですねあかん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 、あれはデュアルなスイーパーなんでね、あのねカニは本当に射程がインフィニティなんで、もう僕の射程なんかほんまにねもうほんま1ミリも及ばないんで、そこはヤバチャップやなってことで、ダンダルダン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 チャッププ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 プチャップだよ。あこれもいけんじゃん。チャッププププチャッ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 ププ誰もおらんルリーさん、あルリーさんを倒してハウルの動く城にやられたんですね。ハウルの転がすローラーさんにやられましたけれども、まあ、それはそれでインフィニティナイスというねナイスを捧げていきましょう。さあ行きましょうか。でも、まあ、2秒でちょっと惜しかったですね。スパジャンもうちょっと早く戻れてたらねいけてたと思うんですよ本当に。今2秒に喜べるシーンやったんですけれども、それで負けてもうたっていうとこやね。2秒に泣いたわほんまに逆にこれちなみにちょっと噛みかけてましたけどね、チャージャーそこから打ったらね、ちょっと射程がね長いんですよね。それをどうやって攻略していくかっていうところなんですけど、ローラーの手がこれやばい、ローラーだよ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 やってくださいね。じゃあチャージャーの人もう一回ね投げたってもいいと思うんですよね目的。あちょっと待って、あ後ろ下がってるのか、やばいやばいこれあかんかろかね
ハイパープレッサーが動く方向に自分から行ってやられるっていう、これプレッサー負けあるあるでしたね。残念、無念。またチャップとハイパープレッサーから逃げたかったら絶対ね、逃げてる方向に追いかけてくるんで、右に最初シュッて行くと見せかけて自分からね、ハイパープレッサーに当たるように移動したら意外とデスしないんですよ。全然それできなかったよね。まあとりあえずですね、ウルトラハンコの2秒を皆さんに存分にね堪能していただけたんではねないかと思いますよ。もしそうであるならば、僕は感謝永遠にというねトイストーリーのセリフを皆さんにお送りいたしましょう。はい、2試合目はねアロアナモールでウルトラハンコ 3.9 の方をねやっていきたいと思います。さあ、2秒に泣くか、2秒に笑うか、2秒をチャップになるかと、どれがね一番最強かっていうことなんですね。最後の選択肢はほんまクレイジーやったみたいなところはありますけどね。さあ、クレイジーチャップということでね、頑張っていきましょうか。よし、いっぱい塗ると思う。そして反抗2秒で、2秒に僕はね笑いたいと思う。ほんまに2秒がこんなに大事やったんやっていうのを僕はね感動したいんですけれども、チャージャーリッターにバレルにって、まあ、射程なっかちょっと反抗投げなあかんちゃんこれ。ハンコ投げたろうかな、そこいますもんね。こうして溜めてですね、よいしょハンコ投げがね想像のねほんま8倍ぐらい強いんですよね。やられたよ山岡くんにやられた。山岡ちゃんなんかな、山岡ですみたいな感じですよね。水なんもないみたいなとこありますやん。なんで言ったんみたいなとこありますやん。あ、ジャンプしてもよかったですね。喋りすぎてもう自分で歩きに行くという基本的には自分で行きますね僕ね。チャップはそういう特性を持っているようですよ皆さん、ということで、あ、やっぱこっち来た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 、いけんちゃんいけんちゃん、おしんちゃんおしんちゃんおしんちゃん、いけんちゃん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 、相打ちやん、ボブシンプルな名前、僕はボブ、スポンジボブさーみたいなね。さあさあ、でここ飛びましょうか。はい、チャップだよーい、しょ、オーケー。さあ、ね、あ、トーピードだよ、トーピード。そのトーピードがね、シンプルになかなかやばい時があるんで、気をつけチャップに、ね、ならなあかんと思います。ちょっと上おるんか、でも味方の人がおるから大丈夫やと思うんですけどね。あ、やられチャップなってますね。じゃちょっとこっちからこううまいことシューって隠れてですね、潜伏という技を使いましょう。これ潜伏、忍法潜伏だということで、ナイスですね。あ、これ上がっていくんじゃん、これ。いやー完璧な作戦でしたね。この戦法がねいいんですよ。潜伏の北斎はもうシンプルに強い。はい、おいでおいで味方でしょ、カモンベイビーカモンベイビー。すいません、これ来るんじゃないのか。ウルトラハンコここで発動させてジャンプして上から来た敵を倒すと無理やなっけおらんやんけみたいなとこありますやん。はい、チャップ、はい、チャップハンマー、チャップハンマー、チャップハンマーデラックス、チャップハンマーでよっしゃまあ、周りに敵の人おるけど僕の目にはもうプレッサーの人しか見てませんでしたからね。なんか左ロボットなとかも思ったんですけれども、それでもこの男チャップ目の前の敵しか見てませんでしたもんなぜならばこの2秒のウルトラハンコを僕は存分に楽しみたかったからなんです。いやー、ナイス、オッケー、完璧完璧完璧さん、チャップのハンマー完璧やん。あー、お、マジ、あと一発ぐらい、惜しい、あと一発ぐらいね、往復ビーターできたらほんま僕ポケモンになれたんですけども、ポケモンにはなられへんかったようですね。僕は所詮イカのようですわ。さあ帰りましょう。バレルスピナーの人にやられる未来が見えた。お、ちょ、おるやんそこに、ナイスやんいや、おるやんみたいな、シンプル、おるやん、おるやん、ナイス。ちょっと待って、最後じゃあもうちょっと突っ込みましょうか。これ坂登られへんのがあれなんですけどね。さあ、男チャップ行かせていただきます。イエー、アムロ行きます、アムロ行きます、アムロ行きます、アフロ行きます。登れません、登れません、登れません、登れません分かってたけどやってみたかったこと、それはハンコで坂を登れるのかと、うん、無理っていうのは分かってましためちゃくちゃガン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 してましたね。地面にハンコ叩きすぎやろいうことあったんですけれども、まあ、無事にね2試合目は勝ててよかったですよ。まあ、ウルトラハンコに頼らんかったら北斎強いですね。北斎使うの難しいなと思ってたんですけど、北斎強いですやん。もうなんかいろいろ感動できた。使いやすかったし、ハンコおもろいし、いいフィニッシュ。はい、ということで今回は北斎別注にスペシャル性能アップを 3.9 積んで、ウルトラハンコめっちゃ使えるでと、ウルトラハンコの効果時間インフィニティやなんでっていうのね、皆さんに見ていただこうという動画でしたね。まあ、シンプルに2秒なんですよ。このね、この2秒、たった2秒と思うか、めちゃくちゃ多い2秒って思うか、それはもうほんまもうあなた次第、皆さん次第なんですよ。どっちですかね。でもね、いや2秒少なって思うかもしれません。でもね、この2秒、この2秒なんですよ。あと1キル、あと目の前、目の前、ウルトラハンコーっていうことなんでね、ウルトラマンがね、地球に帰るぐらいね、残念、無念、またチャップなことになるんですよ。
ウルトラマン地球には帰ってないんか、ウルトラ星に帰ってんのかな、まあ、ちょよく分かんなかったですけど、とりあえずスペシャル性能アップを積めばウルトラハンコの持続時間、効果時間、発動時間がね伸びるっていうのだけ覚えておいてください。ということで終わりにしましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。バイバーイ。ウルトラハンコ投げてありましょうか、これシューンドーン、オッケー。こういうロマンもありますよね。これでもキル取るんじゃないか。ダンダル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 ダンダこれ潜伏、忍法潜伏だいうことでナイスですね。これ上がってくんじゃん、これ。いやチャッパハンマー、チャッパハンマー、チャッパハンマーでなくて、チャッパハンマーでよし。やられる未来が見えた。お、ちょ、おるやん、そこに。ナイスやん。いや、おるやん、みたいな。シンプル、おるやん、おるやん、ナイス。男チャップ行かせていただきます。イエーイ、アムロ行きます。アムロ行きます。アムロ行きます。アフロ行きます。登れません、登れません、登れません、登れません。